ウイルス感染によって発症し有効な治療法が確立されていない一種の白血病をめぐり佐賀大学の研究グループががん細胞が頻繁に作る特定の代謝酵素を突き止めたと発表しました新たな治療法の開発につながるということです これはきょうの佐賀大学の定例会見で医学部の木村真也教授などが明らかにしたものです木村教授のグループはウイルス感染によって発症する血液のがん成人 T 細胞白血病について7年前から研究を進めてきました 今回、この白血病のがん細胞で特定の代謝酵素が頻繁に作られていることがわかり、この酵素に作用する薬を開発すれば有効な治療法が確立できる可能性があるということです。この酵素は肺がんや肝臓がんなどにもよく見られることから、他のがんへの応用も期待されています。 成人 T 細胞白血病は日本で80から110万人の感染者がいると推計され発症する割合は2%から5%と低いものの進行が早い場合診断から1年後の生存割合は40%となっていて有効な治療法の開発が求められています。